京都部代表洛南高校、去年の13番浅野光大です。洛南高校では日々の練習に加えて自主練習に意識高く取り組んでいます。このように2人組でシューティングをしている人や、このようにドリブル練習をしている人もいます。もっと強く、もっと強く、はいどう OK。さらに対人練習として1対1を取り組んでいる人もいます。洛南高校はウインターカップ優勝に向けて日々の練習に取り組んでいます。皆さん応援よろしくお願いします。